ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、視聴者の皆様にご協力いただき実施した、サーバー調査の結果について、ご報告させていただきます。今回のサーバー調査では、多くの視聴者の方に参加していただいたおかげで、かなり豊富なデータを集めることができました。ご協力、誠にありがとうございました。こちらの画像は、サーバー調査の結果になります。さて、この調査結果の数字を見ながら、カーク信者なりに感じたことを、お話ししたいと思います。この動画チャンネルでは、過去に何度かサーバーに関する調査を実施してきました。前回までの調査では、ギルド活動報酬に関連する情報を収集することにより、サーバー単位の活動量を推測しようという試みを実施してきました。今回は、3種族のタイタンをフルマックスの209万711パワーまで育成したプレイヤーの人数を調査しました。この調査結果から、いくつかのサーバーに強力なギルドが集まっていることが推測されます。サーバー3、サーバー12、サーバー15では、タイタンをフルマックスまで育成したプレイヤーが多く集まっているようです。ランキングを利用した調査には限界があり、ランキングでは、サーバーの上位50人のプレイヤーしか見ることができません。一説によると、サーバー3では、タイタンをフルマックスまで育成したプレイヤーが70人以上もいるそうです。サーバー3で遊戯していなくてよかった。カーク信者が遊戯しているギルドは、ゴールドリーグを維持できるギリギリの強さなので、タイタンをフルマックスまで育成した人は、ぜひとも、サーバー11以外のサーバーで頑張っていただきたいと考えています。タイタンをフルマックスまで育てた人が味方にいると心強いけど、相手にフルマックスのタイタンを持つ人がいない方がいいからね、あはは。タイタン戦について、少しだけ話をするよ。ギルド戦において、タイタンの役割はとても重要です。かなり強化されたタイタンが橋を守っている場合、それらを橋から駆除しないことには、ギルド戦を満足に戦うことはできません。そのような理由から、ギルド戦でゴールドリーグを目指すギルドの場合、トーテムをアブソルートスターまで育てている人が数多く存在します。今回の調査では、特にそういった競合プレイヤーが特定のサーバーに数多く集まっていることが判明しました。視聴者様の中には、サーバー移籍を検討中の人もおられると思いますので、この資料を参考にしていただけたらと思います。猛者の多いサーバーで腕試しをするのも良いと思いますし、ライバルの少ないサーバーへ移籍して、まったりとヒーローウォーズを楽しむのも一つの選択肢だと思います。さて、今回のサーバー調査では、Facebook 版の情報が思ったよりも集まりませんでした。ご存知の方も多いと思いますが、カーク信者は、この動画チャンネルの英語音声版も運営しています。そちらのチャンネルの方でもサーバー調査の告知をしたのですが、英語音声版のチャンネルは視聴者が少ないので、日本語音声版みたいに多くの情報を収集することができませんでした。このあたりが今後のサーバー調査の課題だと感じています。それでは、この動画をギルド内で共有していただいて、将来のサーバー移籍の際の参考資料にしていただけたらと思います。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。